これも長野県のお話ですが、あ長野県の信用金庫が、6校が協力してやった、えー、オンライン展示会です、えー。それぞれの信用金庫のお客様の動画をそこにアップしてあるわけですね。ですけど、多分134社だと思いましたけど、ずっと並んでるので、なかなかその目的のものを見るには、すべて見るわけにはいかないわけです。 そして私たちのこの動画ポータルサイトっていうのは、それを十分類して、そこにそれぞれのカテゴリーに分けたお店が出てくると、それは動画だけではなくて、動画からえ詳しいことはランニングページへ、そして相談事は Google フォームへというように、複数の URL がつながるようなオンライン展示会になるわけですね。このえーコードを 読み取ってプリントアウトして読み取っていただければ、えー、その動画が出てきます例えば今はあこの1か月半ぐらいで、えー、1年間ぐらいの、えー、移住の相談がこの地域には来てるそうです東京で、えー、首都圏で、えー、満員電車につられて、えー、仕事職場に行く時代から今はテレワークで仕事ができる時代に来たわけですから地方に行ったら 農業を始めるという発想ではなくて、えー、テレワークで、えー、パソコンでできる仕事を地方でやりながら、えー、でも、まあ、ブドウ狩りの時にはお手伝いに行く、えー、手のいる時にはあ農業とかあ養鶏の仕事を手伝う、またはあジャム作りに手伝うみたいなことも出てくるのかなと。 環境が変わってきたわけですけど地方移住というのもゼロから農業をやるのは大変ですでも今の仕事をやりながら空いてる時間をその地域のお手伝いに時間を費やすということは有意義なことではないかと考えております。